えー、ラジオネームザエモンさん今、えー、村さん、虫さん、て也さんこんばんは<ー>、えー、先日て也さんゲスト会の際焼きた中で20年ぶりにタイムカプセルを開封したというお便りを読んでいただいたものです開封式では20年ぶりに会う友人もいて髪の毛が薄くなっている者も,もいました、うん、お三方は東海への,のメンバーの中で薄毛になってきた人が現れたら植毛や治療を進めますか <laughs> えそれはそれで個性として尊重しますでしょうかイケメン俳優やジャニーズは年を重ねても薄毛にならないのは不思議って話ですよねどっちですかってああ自分がどうするかじゃなくて,じゃなくて進めるかどうかなと。まず聞いていてほし どう?。進めねえだろ。クソ笑う。だろ笑うことはないわけないほどおもろいんだから。早くなくなれ。ちょっと加速させたいからストレスかけて。なくなった時に、どうするかだよね。こう、残すそのハゲの部分を見せるのか、全部剃っちゃって分かんなく、せんのかっていう。いや、非常にどっちやっても滑稽ではあるじゃない。このなん。でき、あ、な。でも、清水とかはもうずるっと言ってくれた方が気持ちいいんだけど、量がハゲたら、ちょっと。 ちょっと帽子かぶろみたいなことは言っちゃうかもな,なまた人によるのかもしれないやっぱりキャラあるからな量はハゲないよねでもねハゲてる人いないか今んとこそうね トシミツデコ広くなったみたいに聞くけどいや俺元からって言ってるから、うん、いやでもみつはもう間違いないというか <laughs> なんかやっぱりあれって、ね、男性ホルモンの量じゃないですか年光は,は,、はいね、はあの体ですからやっぱ男性ホルモンが結構強めの方だと思うんで、うん、まあ彼も覚悟してるんだとは思います、ね、いずれ来るだろうな、うん、顔に合ってるしねそう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 剥<ー>げてもかっこいい顔してるじゃん<ー>なんか男っぽいっていうか、ね、男らしいフェロモンが出てるね僕みたいなこういう可愛い顔でハげると厳しいよ <laughs> 厳厳厳しししいいいすでにところがある俺もなんかちょっと怖いなそれに関して俺毛量めっちゃ多いんだけどさ遺伝的にるんあそうなのしかもちょっと普通になってきたなって思ったのこの前毛量がめっちゃ多かったとこから普通だなって少ないなと思わないんだけど普通になってたなってめっちゃ多いからちょっと多いとかじゃなくて普通ぐらいになっちゃっ普通じゃないってでも前からはこの辺昔からだけど大丈夫だと思うけど多分じゃあ 手の感覚とかなるほどね嬉しいなあれ密度こんな感じ俺手伝がはめたら絶対笑っちゃう我慢できないと思うどうしよっかなマジで気づかない時に先に手打つのも手だよねダメになってから戻したらやったなってなるもんねお前お前やってるやんそこでも笑い取れちゃう俺問題なのはこの髪色なのよこの髪色でやり始めたら多分絶対 アラが出るというか、うそうね、バレちゃう、ね。でしかもダメージも結構負わせてるもんね。俺が髪色をもう,もう黒でいくわとか言いやがっ怪しいんだあれ？薄くね？<laughs> いやでも、まあ、ち,ちなみに自分がハゲ始めたらどうする？うわー。<の><え>もおもろいもんだって言ってこう俺ハゲてるからさちょっといじってくれよくらいの感じでいくか、もうくっそこっそりあの金をつぎ込んで直すか。<laughs> うわどっちだろういや最初の一歩だよね、うんそうは。俺ハゲてきたよねって言えたら多分楽なんだけど、うんうん、いつ言おっかなってなってるうちにどんどんハゲてきて誰かにハゲてね気づいてくれたいやでもやっぱりねこんだけ付き合い長いけど、うん、一言目は言いにくい。いくら夢もあるくらい仲良くてもハゲてるよって言えない,えない、ね、自分から言われないと。急に来たらなんか 気にしてんじゃないのって思っちゃいそうやいなんかサブちゃんとかで言うかもね最近気になってることがあってさちょっと見てもらいたいそしたらもうそのこと笑えるわそれしたらもう認めれるからこっちは治療するわとかもその時サブちゃん回してって言うんだよねサブちゃん回してくれサブちゃん回してもらっていいですか俺ハゲたかもしれない楽しみだなドガーン 夢丸もいいよなでもハゲてもいい顔してる全然大丈夫な感じではだハゲみたいな髪の形してるし好きにいける人強すぎるなんでもないんだよね今がイレイラーだもんちょっと髪の毛あるのがちょだからまあ個性として受け入れるんじゃないですか僕たちその人がやりたいようにやってくれって感じ僕はもう奥突き込むから奥もうどっぷりとね何のために東海お金をねこんなに稼いでるか 奥をつぎ込むためには髪の毛に。<laughs> いや、でも、今の治療すごいからね。全然ない状態から、ふさふさにできるってぐらいまでるで。ええ、ね。だから。はげてる方がいたら、ちょっと、それをおすすめしてあげてもいいんじゃないかなと思います。<laughs> ね、悩んでたらや、うん、ぜひやっ,たやってもらいたいって感じですね。うん、いつだけ。いつだけ、はい。たくさんのメッセージありがとうございました。